来年の春に開催される第62回全国植樹祭の1年前の記念イベントとして、田辺市にあるビッグユート新庄総合公園で親子ふれあいプレ全国植樹祭が開かれ、県内各地から大勢の親子が参加しました。午前中はビッグユー多目的ホールで開会式と森林についてのビデオ上映などが行われました。午後は新庄公園に場所を移し、竹ポットに花植え、どんぐりの種まきや木の葉を使った標本作りを体験しました。森林インストラクターさんに教えてもらい、竹ポットに花植え、どんぐり植えを行います。子どもたちは花を植えます。それから大人の方はここにどんぐりを植えてもらいます。どんぐり、はい、冷たいですよ。バレドキの実バレドキ。2種類植えてください。指で穴開けて。で横にしたらええの？横。これで上にふわっとかけてあげて。そして母の日のこの日、子どもたちはお母さんへのメッセージをカードに書き、竹ポットに貼り付けてプレゼントしました。はい、大きく育ってください。ありがとう。また実行委員会会長の二坂和歌山県知事も子どもたちと一緒にどんぐりの種まきに参加されました。はい、父渡してきた。ありがとうよ、はい、ありがとうよね、はい、ご飯は一緒。覚えといてね、覚えといてね、からね。名前も聞いてない。小川風磨。え、何？小川風磨君か。じゃあ、一緒に写真撮ってもらうか。はい、はい、そしたら皆さん、次さんにお礼します。ありがとうございました。小川風磨君、ありがとうね。はい、どうもありがとうございました。このあと公園内に植わっているクスノキやアラカシなどの木の葉を使った標本作りに取り組みました。自分たちで取った葉っぱをラミネートして標本を作ります。
に気にしてちょうちょだ、お花。作ってたら楽しかった？はい。集めて並べたりするところ。撮るの楽しかった？楽しかった。四つ葉のクローバーもあるね。よく見つけ、ママにもらった。楽しい、うん。今日お母さんと？お母さんと。楽しかったです。なんか綺麗な葉っぱがいろいろあって、葉っぱの名前も教えてもらって、気持ちよかったです。うちの子どもたちが住んでる地域もたくさん木とかもありまして、自然とこれからも触れ合ってすくすく大きく育っていってほしいなと思います。で今日はこんな風に、させてもらってすごいいい機会になったと思います。全国植樹祭和歌山2011について仁坂和歌山県知事にお聞きしました。今日はこれ子どもさんたちがみんなたくさん来てくださったでしょ。で、これは何もねプレイベントだからそうというわけじゃないですね。で我々の思いがありましてね、和歌山の植樹祭はねやっぱ子どもさんたちがあるいは県民がみんな参加できるようなねそんなイベントにしようと。で従来はどういうところかというとこんな会場をね開発してね造成してねでっかいの作ってねそれで、そこで両陛下をお迎えしてまあこう大人のねなんていうかなちょっと身分の高い人ばっかり集まってそれで厳かにやるとでこれでは面白くないわけですね、で両陛下もね自然大好きそれから子どもさん大好きそういう方でしょ。でそんならね自然保護とそれから我々の生活それをこう近くするというそういう植樹祭したいんですね。で子どもさんがねこの私も植えましたがポットを育ててくれるわけです。どんぐりをねそう大きくなるでしょ1年で。で学校で育てるんですよ水やってでスクールステージですよそれを、ね、でそれをね両陛下がお手植えお手巻きをされたものも含めて、それで、子どもさんたちが今度また全県に植えるそれをね。でそれがすくすく育つで子どもさんにとってはね僕の植えたあれがあそこにあるこれも大事ですね。でそういうのが全部できるそういうような植樹祭にしたい。この後植樹祭横断幕のお披露目式が野外音楽堂で行われました。続きはナンバー2でご覧ください。